まあ、僕の推しはリサ。アクションおきておきです。おなしゃっす。さあ今日はですね、ネットフリックスで最近公開されたばかりの最新ドキュメンタリー映画をご紹介していきたいと思います。今ね、もう世界中で大人気のあのガールズグループの軌跡を追ったドキュメンタリー作品、ブラックピンクライトアップザスカイ。今もうほんとね、韓国のみならず世界中を席巻している K-POP ガールズグループブラックピンクの、まあ舞台裏、彼女たちのステージではない舞台裏っていうのに迫った作品となっているんですが、僕ね、ブラックピンクを正直全く知らんくて、もちろん曲とかはね、多分何曲か聴いたら、あーこれブラックピンクかってなるとは思うし、 YouTube のなんか踊ってみたとかはなんか何個か見たことあるんですけど、ご本人たちの作品あ見たことなくて、ちょっと気になって見たんです。ほなら、めちゃくちゃ良くて。だからちょっと今回ね、ブラックピンクのこと全く知らない僕なんかがこんなことやってしまうのもあれなんですけれども、感想をね、ちょっと言っていこうと思うんですけれども、まあドキュメンタリー映画なので、ちょっと僕もこの辺の区分がわかんないんですけど、まあネタバレは一応ありだと思ってみてください。まあ、そもそもブラックピンクどういったグループなのかと言いますとですね、韓国でもうめちゃくちゃ大きな芸能事務所 YG エンターテインメントが満を持して送り出した4人組のガールズグループなんですよね。僕この4人っての知らなくて、もっとめっちゃいっぱいおるんかなって思っとったら4人なんですね。すげえ少数精鋭なわけ。リサ、ロゼ、ジス、ジェニーの4人から構成されているこのブラックピンクはですね、もうデビューして瞬く間に人気になりまして、あっという間にね、もう歴代最高記録なんかも樹立しちゃうほどに、もう世界的にも有名になっていくと。だから旗から見てたら、僕みたいなミーハーから見るとすげえ順風満帆じゃんと、もうすぐスターになったほらじゃん、勝ち組じゃんって思ってたんです。でも違うんですよね。それこそ今日本でも大人気の20プロとかみたいに練習生っていうね、強化合宿みたいなのがあって、そこでこうどんどん勝ち残っていって、残った4人っていう練習生だった時代っていうのがあるんですよね。このね、練習期間、この研修期間っていうのが、まあ、とにかく大変らしくて、僕も本当に全然知らなくてね、これを見て、あ、そんなシステムで韓国のアーティストグループっていうのは形成されていくんだっていうのを勉強になったんですけど、すげえ大変なわけ。 CEO とかさ、プロデューサーとかがさ、毎回見に来てこう評価をつけるわけですよ、 ABC でね。そこでこう自分の、まあ、力不足であったりとか、あとまあ自信になったりとか、すごくシビアなんですよね。だから日本なんかはさ、いわゆる、まあ、AKB グループとか坂道グループだったら全国的にオーディションを開いて、でそのオーディションで勝ち残った人たちが晴れてデビューするわけじゃないですか。でもこれ韓国ではオーディションをやって、そのオーディションで選ばれた人たちからさらに削ぎ落とされる、さらにふるいにかけられるっていう、どっちがね厳しい、どっちが楽とかじゃないんですけど、だからこの研修生っていうのを経てるから、もう4人の絆っていうのももう確固たるものなわけですよ。だからまあデビューしてあっという間にスターダムにのし上がっていったと。だからもう練習生の段階で能力っていうのが磨かれてるんですよね。なんでまあ当然じゃ当然なわけですよ。スターになっても恥ずかしくないぐらいの実力はもうすでに持っている状態でなるんですよね。日本だったらさ、地方からやってきた少女たちの成長過程っていうのも込みで応援するっていうところがあるじゃない。でも韓国ではもう結構出来上がってる状態、完成されている状態っていうので市場に出されるんで、もうほんと完成度がすごいんですよね。デビュー間もないと言いつつも、ダンスなんかもそうですし、アーティストとしてのね、あり方っていうのがもうプロなわけですよ。だからそこのね、こう各国のそういう芸能界のあり方みたいなのが、あ、韓国ってもこういう感じなんだと思って。このプロデューサーの方もね、もうなんかさ、フードかぶって、キャップにマスクしてんの。漫画やん。楽曲を作られてる方なんでしょうね。もういわゆるもうほんとなんか天才みたいな。だから僕なんかはさ、アイドルだと思っとったんですよ。ブラックピンクっていうアイドルグループだと思っとったんですけど、全然違うね。もう、アーティストなんですよ。だから、まあ、劇中でね、見るからに天才的な楽曲プロデューサーの方がおっしゃるんですけど、K-POP ってなんだと。K ってなんだ、韓国ってなんだ、韓国のポップスってなんだと。言ったら俺たちは世界に通用する音楽を作っているから、K-POP なんてわざわざカテゴライズされる必要はないんじゃないみたいなことを、まあ、軽く言うシーンがあるんですけど、いや、本当にそうだなと思って。YouTube では PV の再生回数が10億回とか言ってんのよ。10億回だぜ。この動画なんぼ？ちょっと一回見てみてや、この動画。下にシャってやって、上見て、この再生回数。
10億回だぜ。もう震えるよね。だからもう完全に世界に視野を広げているっていう面で、マジでエンターテイナーなんですよね。だからメンバーのみんなはね、それぞれプロ意識が半端ないのよ。エンターテイナーとしての意識の違いっていうのが、かっこいいなと思って。で、まあ、この4人ね、もちろんめちゃくちゃ仲がいいんです。冒頭でね、早速こう移動している途中のロケバスかなんかでさ、4人で仲良く会話しているシーンなんかがあるんですけど、なんか僕のイメージではブラックピンクってちょっとこう、なんかクールな、スタイリッシュなグループってイメージがあったんですけど、プライベートではさ、普通に友達と喋ってるのよ。そりゃそうだよなと。4人でいるからこそ、その本当の自分をさらけ出せるみたいな部分がね、そういうこう、ちょっとしたシーンとかで垣間見えて、そこも良かったし、あとね、僕はね、見てて、友達としての仲の良さじゃないものを感じたんですよ。いわゆる練習生の時ってのはさ、オーディションを経て練習生になって、その練習生でさらにふるいにかけられてっていう、本当に修羅場をくぐり抜けてきてるわけじゃない。だからこそね、なんかもう戦友、ずーっと同じ時間を過ごしてきた家族のような関係性、そのね、絶妙な関係性、この4人だからこそ、この4人にしかないその呼吸感みたいなのがすごい良くて、あとこれ僕シンプルに疑問に思ったことなんですけど、なんか日本だったらさ、いわゆる新しいアイドルグループできましたって言ったらさ、まあ、記者会見開くわな、めちゃくちゃ記者がいるわけじゃない、まあ、パシャパシャパシャとフラッシュ焚いてさ、まあ、華やかにデビューするわけじゃん。でもこうブラックピンクのオープニングでね、YG エンターテインメントが満を持して今回送り出すのはブラックピンクですって紹介された時、その会場がすっごい静かなの。会場中にパソコンがブワー並べられとって、その前にはもう記者の人たちがいるわけで、発表された瞬間も記事で、ネット記事でブワーって書き込んで、ですぐアップみたいな、今時ーって思って。でもこの静けさがなんかこう嵐の前の静けさみたいな、その静寂がよりね、彼女たちがこれから歩んでいくスターダムっていうのを暗喩しているような雰囲気がして、だからそこのギャップっていうか、静かなデビューからもう喝采浴びる大スターのギャップみたいな、もう映画としての見せ方もすごい良かったんですよね。だからもうね、めっちゃ良かったの、めっちゃ良かったっていう話をしたかったの今日は。だからね、まだ配信されたばっかりなので、ぜひネットフリックス会員の方はですね、ブラックピンクライトアップザスカイ、ドキュメンタリー映画なんですけれども、1時間20分ぐらいですっごい見やすいんですよ。ぜひ見てみてください。ということで、沖田祐希でした。次の動画の予告しとこうか。ね、あ、次回予告しとこうや。次回予告。したことないけど、俺。自分の動画で。次回予告をすると、次回はですね、なんと、海外ドラマの方を、ちょっとご紹介しようかなと思ってまして。大丈夫？ドラマって思いますよね。大丈夫です。映画好きだったら絶対ハマる海外ドラマ、私、見つけまして、僕ね、ストレンジャーシングスとか、ザ・ボーイズとか、マンダロリアンとか、あんまハマんなかったんですよ。いわゆるもう大人気と言われている海外ドラマにそこまでハマれなかった自分がね、久しぶりにめちゃくちゃ面白い海外ドラマを見つけて、めちゃくちゃ面白くて今もうドハマりしててすごい見てるんですけど、まあその海外ドラマについてね、たっぷりとご紹介していこうと思いますので、まあぜひ次回お楽しみに。あとサブチャンもよかったら登録してね。ということで、沖田祐希でした。バイバイ。